ランの皆さん、こんにちは。今日はここ鹿児島県体育館で鹿児島バスケットボールサミット2020が開催されます。ただいまから行われる試合は2020鹿児島県少年男子選抜アンダー16のチーム対鹿児島県 DC 選抜の一戦です。今日の放送席ゲストには鹿児島県バスケットボール協会競技委員長であります力久武史さんにお越しいただいております。力久さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は KKB アナウンサーの鴨森哲郎です。力久さん、はい、この国体が中止になって力を発揮する舞台を失われたその選手たちが今日ここでサミットという形で試合を行うわけですが、この両チーム、ここまでの、これから試合を行うわけですけれども、どんなところに注目して見ていきましょうか。そうですね、アンダー16の選手たちは、本来ならば今年鹿児島国体で、はい、戦う予定でしたけれども、まあ、その大会がなくなってですね、非常に残念な思いを県の協会としても思っているところでしたけれども、はい、こうやってDC の選抜というのはですね、各地区の、まあ、練習会を経て、鹿児島県の代表として、まあ、選ばれてきた選手たちですので、まあ、それなりに今できることをですね、一生懸命練習してやってきたと思いますので、いい戦いになるのではないかなと思っております。はい、今会場では両チームの選手が紹介されています。画面左側、白のユニフォームが DC 選抜、画面の右側、青のユニフォームがアンダー16です。DC 選抜は日本協会育成センター事業ということで、一昨年から始まった事業でして、県の方で練習会をして選ばれた15人、それが DC 選抜です。メンバーは全員が高校2年生という並びになっています。対するアンダー16男子選抜は中学3年生から高校2年生の早生まれの選手までという選手層になっています。両チームを率いるコーチを紹介します。画面左側、 DC 選抜の率います奄美高校の春島正典コーチ、そして加治木工業高校の広森優作コーチです。画面右側、青のユニフォームアンダー16男子選抜率いるのは種子島高校の大町昌司コーチ、屋久島高校の池田康彦コーチ、加治木中の遠山崎雄三コーチ、鹿児島商業高校の伊藤康隆コーチです。さあ、まもなく試合を開始を迎えようとしていますが、力久さん、はい、両チームの注目選手を挙げるとすればどの選手になりますでしょうか。そうですね、アンダー16の方はですね、はい、まあ、4番をつけている東後藤優志郎選手、はい、この選手はもう中学校1年の頃から、この鹿児島国体に向けてですね、強化をしてきた選手です、はい、昨年も本国体に行きまして、いい活躍をしてましたので、まあ、この東後藤選手注目ですね、はい、またあと中学校3年生のですね、清水中の田中選手、唯一の中学3年生、ということですね、抜群の得点力ですね、攻撃力を有してますので、まあ、オフェンスちょっと注目して見ていただきたいなと思います。両選手とも今日のスターティング5に入っています、はい、あとですね、DC の選抜は2年生ということで、はい、それぞれのチームからもいい選手たちがたくさん来ております、はい、と、まあ、仙台高校の種子島選手12番ですね、うん、あと14番の岡本選手、はい、2人、あと、はい、5番の鹿児島工業の川野選手、はい、期待して、見ていただけたらなと思います。はい、まもなく試合が開始ということになります。今日の主審は熊本由美子さんです。今両チームがベンチ前コーチの話を聞いています。
今年は2020鹿児島国体が中止になり戦う舞台を失った青年女子少年男女の選手スタッフその努力の無念さに報いる機会としてこの鹿児島バスケットボールサミット2020が開催されます。今日はただいまからアンダー16男子選抜対 DC 選抜の一戦そして県少年男女選抜及び青年女子の選抜チームによる解散式を挟んだ後午後3時50分からは2020鹿児島県の青年男子選抜その青年男子選抜とエクスプロラーズ鹿児島の一戦が控えています。さあ両チームとも作戦ミーティングを終えてスターティング5のメンバーが整列します。アンダー16のスターティングメンバーです。背番号4東後藤雄志郎背番号7井上凛之介背番号8唯一の中学3年生田中翔太背番号13小村龍斗背番号15有村海斗 DC 選抜です。背番号4藤高雄心背番号5川野真背番号6富山春人背番号12種子島昭弘背番号14岡本大輔です。ティップオフからまずは DC 選抜が得点を生み出しました。さあボールを回すのはアンダー16ミドルで打ってくる外れます。アンダー16は田中君の代わりに富松君を最初に使ってきましたね。あ、本当ですか。失礼いたしました。富松君もですねスピードがあって攻撃力が高いですからはい、はい、ダ16背番号12の富松小太郎がスターティング5です。今の DC のボールプッシュ、まあ、攻守の切り替えも早かったですね、はいはい、藤高が3を狙っていったんですがここで笛が鳴ってファールです。スリーが決まりました。今のはいいショットでしたね。ですね、まあ、ディフェンスもついている中で、しっかりと決め切る、まあ、タフショットですけれどもさすがにシュート力がありますよね、はい、さあミドルを打ってくるここは外れます。ここからの切り替えを早くしたいですよね、はい、しかし守備もすぐに戻ります。有村が下でボールを奪い合いますがボールが外に出ます。現在試合は DC 失礼アンダー16男子選抜4対0とリードしています。このピックですね、はい、DC 選抜の、まあ、練習の中で、はい、このボールマンに対してスクリーンに行くプレーこのプレーを一生懸命練習してきたということなので、はい、まあ、その部分ちょっと見てあげてもらいたいなと思います、はい、スリーを狙いに行きますがわずかに外れます。ここで笛が鳴ってファールを取られました。です、ね、はい、DC 選抜が2点を取って差を2点に縮めました。今度はアンダー16が攻めていきます。いいです。井上ですね。この井上選手にも注目ですね。スリーポイント狙っていくは外れます。 DC 選抜が速攻で攻めに入る。ちょっと外で回します。でも藤高が中に切り込んでいきますが笛が鳴ってトラベリングですね。トラベリングですね。ちょっとミートが遅れましたね。はい、第1クォーターが始まって両チームともに得点を取っています。アンダー16ミドルを打ってくる。これが決まります。もうちょっと前を詰めてですね、はい、もう外のシュートはやはり力ありますから、はい、
出さないようにしていかないとちょっと厳しいですね。川野がボールを持ちます。ショットクロックが迫っている。強引に打っていきますがオフェンスリバウンド取ります。しかしドアンダー16が奪い返しました。井上が中に入ってこれはしっかりと決めていきます。アンダー16はいい攻め方ができていますね。そうですね。さあ DC 選抜もここはなんとか得点を上げたいところ。中へ切り込んでいく。それはうまく決まりました。背番号6富山ハルトです。すぐに奪うアンダー16。ミドルが決まります。両チームとも得点を取ってお互いに取り合う展開が続いています。の藤高ボールを回す。富山の3決まりました。これはいいショットが決まりました。10対7。 DC の富山くんですね、はい、身長もあるんですけれども外のシュートもものすごくうまいんですよね、そしてまたドライブ、先ほどみたいにドライブでも切っていける、はい、とてもバランスのいい選手ですね。背番号6の富山ハルトは身長182センチあります。さあメンバーが変わりましたね、はい、さあアンダー16の両チームともにメンバーチェンジがありましたでしょうか。そうですね、両チームとも変わっています。あっとここで笛が鳴ります。ちょっと動いてしまいましたね、はい、もったいないですね。そしてアンダー16は背番号8の中学3年生田中翔太がメンバーに入ります。唯一の中学生です。思い切りプレーしてもらいたいですね、はい、その田中がボールを持って前へ進みます。パスを出して東後藤、東後藤が外に出す。富松中行く。もう一度東後藤のシュート決まります。得点力の高い選手ですね。そうですね、あそこはですねもうカバーに行ったりしない方がいいと思いますね。あ、そうですね、はい、ここは狭いところから打っていきます。ナイスリバウンド。奪い返します。田中が前に行く。そして東後藤に渡す。もう一度田中、しかしここはカットします。今のいいディフェンスでしたね。そうですね。そして今度は速攻仕掛ける DC 選抜、ね、得点を取りました。背番号11の東園。まあ、両チームともですね、あの、はい、切り替えが早くてですね、そうですね、見てても楽しいですよね、はい、両チームともに得点を重ねています。序盤東後藤がこの位置にいる。笛が鳴ります。白はもう一本ここを取りたいですね、はい、まあ、メンバーチェンジですかね。 DC 選抜もメンバーチェンジがあります。アンダー16ですね、背番号6藤本幸弘が入ります。東後藤が下がって藤本幸弘がメンバーに入ります。さあ DC 選抜の攻撃、川端潮人がドリブルで一度外に出します。田畑、そして今ボールを持っている園田、スリーの位置から打っていく。わずかに外れます。リバウンドしっかり取ってますね。ですね。ここは体をぶつけ合いながらですが笛が鳴って、アンダー16のファールですね。アンダー16のファールですね。まあ、ファールにはなりましたけれども、はい、オフェンスリバウンドに飛び込んでますよね、まあ、あれがすごく大事ですよね、はい、そこを DC も体を張ってしっかりと力強くリバウンドを取ってる、はい、こういう攻防はですね、まあ、ファールになりましたけど、はい、チームにしてはですね、とてもいいプレーだったと。ゴール下で争います。決めてきました、東園。さあ田中がスピードを持って突っ込んでいきますが、ここでまた笛が鳴ります。第1クォーター残り4分になってきたところで得点差がまた1に縮まりました。
アンダー16、原口から田中翔太、その田中から和田、和田が中に切り込む、外に出してスリーポイント決めてきた。背番号10、ね、鹿児島中央高校原口龍馬、スリーポイントです。ナイス、奪い返しました。そして田中が中に行ってパスを出したいところだが出します。そしてスリーから狙っていく、ここはエアボールになりました。東園が中へ、そして外に出します。ここでまた笛が鳴って田中君のファールですね。アンダー16、8の田中のファールです。DC 選抜からの攻撃、いきなりショットを打っていく、これはしっかりと決めていきました。両チームともに得点能力の高い選手が揃っていますね。そうですね。田中が中に切り込む、そしてボールパスを出して、いい合わせでしたね。いい合わせでした。背番号5の浅谷優雅、田中から浅谷へといういいパスが決まって、アンダー16いい形で得点。スリーを狙いに行きましたがここは外れます。ナイスパス、遠いところへパスを出す、しかし少しボールが手につきません。ラインを割りましたかね。アンダー16もですね、はい、鹿児島県他県と比べるとやはり身長がですないので、はあ、はい、そのサイズをですね克服するための、運動量ですね、はい、平面で高さに対抗するというところで、はい、一番はやはりトランジションですよね。その攻守の切り替えを早くするというところを一生懸命取り組んできたということですので、今みたいなブレイク、そこにパスを出す、こういうのもアンダー16の狙いのプレーですね、はい、アンダー16はここでメンバーを5人とも入れ替えます。 DC ですね。あ、失礼、 DC ですね。アンダー16は最長身が背番号4の東後藤、そして背番号15の有村海斗の183センチ、決して確かに大きくはないですね。じゃあ DC 選抜、川野が中へ行く、ボールを渡してミドルショット、ここは外れます。この切り替えですね、はい、今度は下までパスを届いて、しかし外れます。遠い距離のパスをどんどん出していきます。アンダー16、ここはカットに行きます。藤本君が走ってればですね、はい、多分ブレイクのチャンスだったと思うんですよ ね、 ですね。ここは激しく両チームがボールを奪い合う展開になっています、はい、富山が中に切り込みますが、奪ったのは、そして速攻仕掛ける、一度フェイントをかわしてからの逆に切り返されましたね、はい、両チームともスリーもあれば、ミドルもあって、特にそのロングパスというのがやはりアンダー16序盤からよく出てますよね。そうですね、そのロングパスが出るのも前に走っている選手がいるからですよね、はいはい、だから基本やはり走るというところをですね一生懸命取り組んできたということですよね、はい、スリーの位置で打っていく、わずかに外れます。リバウンドしっかり取ります。サイズがない代わりに外のシュートを磨いていくという、はい、そこですよね。鹿児島県が、はい、他県と戦っていく上ではどちらもなくてはならない武器だと思います。はい、今アンダー16のファールがあって DC 選抜にフリースロー2本が与えられます。背番号14、仙台高校の岡本大輔がフリースローに臨みます。岡本君も先ほどからいいブレイクで走りを見せてますよね、はいはい、この大きいサイズの選手が前を走ってくれるということはですね、はい、とても得点するチャンスが高くなるんですよね、やはりセーフティーで守る選手は大体がガードフォワード陣ですので、身長のアドバンテージを取るという意味でも、はい、ビッグマンが走るというのはですね、はい、とても重要なことですね。フリースローの2本目はしっかりと決めた岡本、アンダー16は少しミスが続いてますよね。いいですね。ここをちょっと切りたいですよね、はい、きちっとプレーをしたいですね。
アンダー16は背番号18の末原風雅が交代選手として中に入ります。第1クォーターも間もなく残り1分に迫ろうかというところ。18番の末原君もですね、とても運動能力が高い選手ですので、はい、ちょっと期待して見てもらいたいなと思います。黎明高校の1年生背番号18の末原風雅で、また DC 選抜にフリースロー。背番号12仙台高校の種子島明宏がフリースローに臨んでいます。2本目はしっかりと決めています。そうですね、これでもともとシュートの得意な選手ですから、はい、残り1分というところで17対17と両チーム同点です。どちらも譲らないですね、はい、いい試合です。狭いところから打っていきます。シリバウンドを取ったのは DC 選抜。 DC はここを決めたいですね、はい、しかしすぐに戻って狭いところ、ここでまたフリースローが与えられます。いい空間へのループパスでしたね、はい、さあ DC 選抜は背番号7の加治木工業高校二見小池がフリースローに臨むというところで、アンダー16は背番号9の迫田ネオが交代選手として中に入ります。しっかりと決めてここで試合がひっくり返ります。そうですね、9番の迫田君は中学校は熊本の中学校だったんですよね、はい、錦ヶ丘中学校ですね、県外からだったんですが、はい、鹿児島南高校の2年生です。上村から迫田へ、そして大原、有村のショットは外れます。しかしそれを再び有村が取った、上が鳴ります。トラベリングですね、トラベリングです。もったいないですね、今のはオフェンスリバウンド取って、さあここからというところだったんですが、さあ第1クォーターも残り30秒というところになってきました。そうですね、DC はここ1本決めて終わりたいですよね、はい、橋口が逆に、はい、アンダー16は守ってもう1回オフェンスで逆転して終わりたいですよね、はいはい、ショットクロック残り10秒切ってきたところで打っていきますが外れます。さあそしてここで速攻へ向かう迫田、しかしディフェンスしっかりと守ります。 DC 選抜最後シュートで終わりたいですね。今度は DC ははい、ゴール下での攻防、ボールを奪い合う。しかしアンダー16遠方からのショット、第1クォーター終了です。18対 17DC 選抜が第1クォーターの終盤にひっくり返してリードする展開で終わっています。
第2クォーターがまもなく始まります。もう一人、これ両チームとも序盤からどんどん選手を入れ替えて積極的にこう連携を取っている姿が見られますね。そうですね、まあ、いろんな選手がいますので、いろんな選手に出場の機会を与えるという意味でもですね、はい、でその出場する選手がそれぞれ自分の持ち味をですねしっかり出していますよね。はい、井上中に切り込む、しかしここはディフェンスです。ちょっとディフェンスが多かったですよね。はい、そしてそこを川野の、さあ川野のショットが決まります。アンダー16ここ1本しっかりと、あ、ここは開けてはいけないですね。3を フリーで打っていきました。ナイスリバウンド、何度も取ります。しかし決まらない、ここで笛です。少し緊張してますかね。ですかね、動きに少し硬いところが見られるでしょうか。第2クォーターが始まっています。画面左から右に攻める白のユニフォームが DC 選抜。種子島がボールを持ちます。前へ出して岡本から種子島、速攻で渡しますが、ここで速攻を仕掛けるアンダー16、戻りは早いですね井上。しかし DC 選抜もディフェンスが硬いですね。ですね、ショットを打っていきますが、ここは外れます。しっかりと中を厚く守ってですね、はい、イージーなシュートを打たさないっていうところがですね、今、はい、功を奏してますよね。難しい体勢でしたが、二見がしっかりと決めています。逆にアンダー16は自分たちのミスで相手にボールを渡してしまい、そのままブレイクで持っていかれているという、はい、ちょっと今そういう展開になってますよね。またこういう久しぶりの試合機会というのもあるのでしょうか。そうですね、両チームとも、まあ、はい、両チームともですね、なかなかそのコロナで、はい、練習がままならずですね、うん、なかなか練習する機会がなかったので、はい、ちょっと難しい部分あると思うんですよね、はい、連携とかそういう部分ですね。アンダー16を率いる大町コーチも、まず試合にできることに感謝したいというコメントもありました。なかなか練習が積めない中で、こういうサミットという舞台で両チームの選手が生き生きと試合に臨んでいます。さあ DC 選抜、東園が中に入っていきます。安田から東園のシュートは決まりません。リバウンドを取っているアンダー16、パスをつないで中で、ここですね、この最後のそうですねショットまでなかなか行かせてもらえないですよね。1クォーターの時からそうですね、はい、やはり中への意識はあるんですけれども、はい、少しディフェンスの人数が多いところに行ってしまっている部分がありますよね、はい、ということはアンダー16としてはもっと外のエリアを、ね、もう少し広げてですね、はい、もう少しボールを回してディフェンスを引っ張り出してですね、はい、揺さぶってでドライブやカッター、うん、そういったところで攻めていきたいですよね。アンダー16もそのオフボールのプレーの練習、ボールを持ってないプレーの動きも外練習してきたということなので、はい、その辺を出していけばですね、また流れは変わってくると思うんですけどね、はい。アンダー16は背番号18の末原が下がって背番号14の和田が入っています。いや、ナイスルーズでしたね、はい、こういうプレーがやっぱりチームに勢いを与えますよね。はい、うん、では DC 選抜がまた一旦時間を置いてピックに入った、ゆっくりと外のエリアで回します。中厳しいところですが、ボールが外に出ましたね。少し場を与えてあげればですね、はい、またバイオレーションがあって DC 選抜ボールです。中にボールを渡す、今のいいパスでしたね。ナイスパス、ナイスパスですね。いいプレーでしたね、はい、はい、
まあ、ディフェンスもただそこにちゃんとブロックに行ってですね、はいはい、対処しているので現在 DC 選抜が5点リードする展開。外でボールを回します。アンダー16東後藤中に待ち受けるがまた笛が鳴ります。アンダー16はですね、はい、少し動きが止まるんですよね。パスを出して動きが止まってしまうもんですから、はい、中が詰まってしまってますよね、はい、パスを出して中抜けをするなり逆サイドにアウェーするなり、はい、何かしら動きを入れてチャンスを作ればですね、また、はい、ボールマンのプレーもしやすくなるんですけどね、はい、両チームともこれタイムアウトで作戦を練り直します、ね、両チームともにしっかりとトラベリングは取って速攻に移りたいところでその最後のシュートでなかなかスペース作れないですよね。どちらも切り替えが早くてですね、はい、またその切り替えの速さにディフェンスも対応して戻ってますよね、はい、だから簡単にそのイージーシュートを打てない状態を、まあ、DC の方がまあそれを今作ってるのかなという気はしますね、はい、DC 選抜はその特にゴール下でのいいパスがこの第2クォーター目立っていますね。第1クォーター終了時点で両チームの最多得点がアンダー16の背番号4東後藤なんですが、この第2クォーターはその東後藤はなかなかシュートを打たせてもらえていません。そうですね、はい、やはり各チームの起点となるプレイヤーが誰なのかということは、まあ、相手チームも考えますから、あです、ね、まあ、なかなかイージーなシュートは打たせてくれないと思います。激しい衝突があって、うん、アンダー16も少しプレッシャーを強めてくるかもしれないですね。ちょっと得点がこの時間帯は両チームともに上げられていませんが、上が鳴ってバスケットカウントです。シュートを決めたのは背番号10の安田、ね、バスケットカウントでボーナスロー一つが与えられます。いいドライブでしたね。はい、ディフェンスがちょっと対応できてなかったですね。アンダー16ですね。背番号10の原口がこのタイミングで入ります。16番の大原が下がって背番号9の迫田がアンダー16入ります。ボーナススローは決まりませんでした。ただしっかりとその後のボールはアンダー16がリバウンドを取ったでしょうか。リバウンドを取っています。再び DC 選抜ボールですね。一旦外に出します。ここはダブルチームで行きますが外でボールを回す。ショットクロック残り1秒ギリギリで決めてきました。ショットクロック残り1秒というところだったんですが、ここはボールを取っているのは東後藤が中に入る。ショットが決まりました。いや、いい形でのショットクロックギリギリでのシュート、ね、よく決めましたね、はい。そしてその後すぐさまアンダー16も、うん、その後のディフェンスも良かったですよね、はい、うん、攻撃に移して得点を重ねています。第2クォーターに入って徐々に両チームとも足が動いてきたでしょうか。そうですね、 DC 選抜の方がディフェンスの反応もいいですよね、はい、今のところ。やはり2年生っていうところですね、はい、やはり経験ありますからね、はい、2年生の方が。背番号15の有村がシュートを決めました。さあ、こう連想頑張りたいですね、はい、アンダー16は、はい、そこで奪えるか。
アンダー16ボールです。DC 選抜がタイムアウトを取ります。徐々にではありますが DC 選抜が得点差を広げてきているこの第2クォーターですが、そうですね、少しアンダー16の方が点数が止まっている分ですね、はい、少しそれがディフェンスにも影響しているのかなという気がしますね、はい、ですから、まあ、こういう時はディフェンスをですね、はい、まあ、チームとしてしっかりと、まあ、守ってもですね、決められる時はしょうがないんですよ、はい、まあ、ただ納得してオフェンスに移っていけるかどうかというのがすごく大事だと思うので、はい、もう一回リセットしてですね、はい、ディフェンスしっかり頑張って、で自分たちが練習してきた、まあ、トランジションの速さだとか、あとオフボールの中抜けのプレーだとかですね、はい、まあ、そういうのをどん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 やっていって、まあ、シュートは水物なので、はい、シュートは打たないとですね、うん、入るも入らないもないから、そうですね、まあ、ただそのフリーでシュートを打たせに行かせないディフェンスも両チームとも光っています。集中してディフェンスしてますよね。ボール前へのプレッシャーが結構 きついので、厳しいですね。ここをオフボールでなんとかアンダー16は攻略したい、はい、ということですね、はい、中に切り込ん で、今もディフェンスが待ってるんですよね、はい、ここも弾きます。なかなかイージーシュートに行けないんですよね、はい、激しい奪い合いがありますが、まだボールを確保する。そしてフリーでスリーを打っていく。決めました、背番号9迫田。いいシュートでした。今のいい形でしたね、はい、ようやく何かこう自分の形でシュートが打てたというようなショットでした。 DC 選抜も3を狙っていく。ここは外れます。あ、ボール取った。ここでの攻撃、東ごと中に切り込んで外れます。しかしもう一度チャレンジして決めました。再び迫田。そうですね、こういう形ですよね、はい、はい、連想頑張ってブレイクをまず出す、トランジションの速さを生かしていくというところですよね、はい、石井選抜もシュートに行きますが、ここ外れてリバウンド。しかしここはオフェンスリバウンド。さあもう1回ディフェンス。さあ DC はまたピックに行く。中に切り込んでいきます。狭いポジションですが少しきつい体勢になりました。そうですね、メンバーチェンジですね、はい、DC 選抜がメンバーを5人全員変えます。第2クォーターの始まりこそ両チーム点が入りませんでしたが、ここに来てまた再び両チーム点の取り合い、得点差も1点と縮まっています。さあ DC 選抜が中に出すが、ここを奪いました。今度はアンダー16の速攻、中に切り込んでいくが、ここはボールが少しドリブルがうまくいきませんでした。今度はディフェンスに入るアンダー16。 DC 選抜も外でボールを回します。この位置に川野にダブルチームでいく。外にも持っていって橋口、中に切り込む、外に出して3、ここは外れます。形は悪くないですね、はい、はい、形は悪くない。今度はアンダー16も外でボールを回します。ミドルで打っていく、決めていきました。ここで逆転。迫田君、先ほどから外のシュートは調子がいいですね、はい、シュート力ありますね、はい、さあ川野がボールを持ちます。富山から橋口へ、さあピックだ、中に飛び込んだ。しかしここはボールを奪います。アンダー16、迫田が前へ行く。激しいディフェンスでここで笛が鳴ります。アンダー16のボールですね。背番号9の迫田選手、非常にいい動き、この第2クォーター。そうですね、はい、ただその迫田を下げて、またここもシューターですね、はい、シューターの背番号7、池田学園高校の井上凛之介が入ります。上村から上り尾へ、
ここに井上がいます。中へ渡す、中に切り込んでいく、有村のシュートはきつい体勢ですがフリースロー2本です。力強いいいプレーでしたね、はい、背番号15の有村のフリースロー。第2クォーターこの背番号15の有村くんがゴール下でしっかりと体を張って、そうですよね、頑張って中を頑張ってくれるからですね、はい、うん、そんな中で相手のファール、フリースロー1本目をしっかりと決めています。2本とも落ち着いてしっかりと決めました。アンダー26が点差を 3に広げています。あとこの位置で奪い返す、うん、さあナイスでした。井上が中に行く、一人で行くか、ここをしのぎたいですね。 出します。また落ち着かせます。有村から外、ね、いいパスが通る、しかし奪い返すのは DC 選抜、 DC 選抜の速攻、人数では勝っていますが、あっとしかし立て直します。立てたいですね、はい、橋口ボールを持ちます。あ、ここはピックが来ますかね、はい、橋口スリーから狙ってきた、ね、今みたいにですね、ボールマンのディフェンスがスクリーナーの後ろを通ると、あれ、あのプレーが来るんですよね、はい、外のシュートが来ますから、はい、やはりボールマンにシュート力がある時にはあのプレーをやってしまうと、はい、簡単にシュート打たれちゃうんですね、うん、からちょっとディフェンスも工夫したいところですよね。両チームともディフェンスは一切気の抜けない展開が続いています。 それぞれがやはりシュート力がありますから、はい、気を抜くとやられてしまいますので、まあ、ここは集中したいですよね、はい、まあ、今ちょっと疲れてくる時間帯だと思うんですけれども、はい、ここをやはり乗り切りたいですよね、はい。第2クォーターが残り2分に迫ろうとしています。外でボールを回します。上村中にドライブ、いい、ね、決まってバスケットカウント。いや、そうですね、今みたいにパスしてカットして、はい、またパスをして、そしてボールをもらった人間が空いたスペースにドライブで切っていく、うん、こういうプレーですよね、平面のバスケット。今のショットはですね、はい、ショットは認められずにフリースロー2本が与えられます。アンダー16の背番号11上村、はい、チームファールのフリースローということですね、はい、2本目はしっかりと決めます。今度は DC 選抜も攻撃いい形でいきたいですね。そうですね、あ、今のファールですよね、ここはいらないですね。アンダー16の背番号4東、失礼、 DC 選抜の背番号4藤高のフリースローです。今両チームともチームファールが5つを超えてますので、はい、まあ、安易なファールをしてしまうとこうやって時間が止まった中で点数を積み重ねていくという、うん、はい、ですからディフェンスをする際もですね、細心の注意を払いながら、はい、まあ、どうしようもないファールはですね、あると思うんですけども、はい、もう極力ファールをしないように、まあ、今ギリギリのラインでですね、はい、ディフェンスをしていかないといけない、はい、まあ、そういう時間帯ですね。第2クォーター残り1分45秒というところで両チームともにチームファールが5つを超えています。そんな中でフリースロー、背番号14の和田リオン、やはり時間が止まった中でこうやってフリースローで得点が重ねられるというのは、まあ、ディフェンスにとっては痛いですもんね。そうですね、そして負けてるチームはですね、はい、やはり追いつきたいので、はい、自分たちがそうやってファールをもらって得点を重ねていく、うん、はい、逆に相手にそうやってファールをしてフリースローを与えていかないということをやはり考えないといけないですよね、はい、背番号6藤本幸寛のスリーが決まりました。まあ、少し点差が空いてきましたけど、はい、DC としてはきちっとですね、自分たちがやってきたピック、
ピックアンドロールですね、はい、こういうプレーを、まあ、徹底してやっていきたいですよね。うん、ただここは DC 選抜の攻めていきたいところだったんですが、アンダー16の守備が光っています。メンバーチェンジですね。背番号18の末原が背番号14の和田と変わる形でピッチに入っています。さあ井上が前へ運びます。ここでまたトラベリングがあって、うん、DC 選抜ボール。さあ集中していきたいですね。第2クォーターも残り1分に迫っています。川野に対して激しいディフェンス。ただ両チームともにチームファウル数は5つを超えています。中に行く。しかしここでフリースロー2本。逆に言うと DC 選抜にとってはこう攻撃に関しては積極的にどんどん中に入っていけるということですよね。どんどん強いプレーをして、はい、まあ、ファールをもらって、はい、あわよくばカウントワンショット3点プレー、はい、ですね。フリースローを打つのは加治木工業高校背番号4の藤高雄心。ここのリバウンドはナイスルーザーランダー16が取ります。ノーファールで DC が行きたいですね、はいはい、でアンダー16もですね、はい、まあ、時間をちょっと使いたいですよね。あーですね、ここは外でゆっくりと時間をかけて攻めます。ただ井上中に切り込んで外に出します。まだじっくりでいいと思います。さあこの辺からですね。あ、ここでまたここですね。もったいないですね。激しいタックルがあってフリースロー2本です。あと4秒でしたかね。はい、ショットクロック残り4秒というところでフリースロー2本、背番号11の上村です。このリバウンドは DC 選抜が取ります。藤高から橋口へ、中の二人再び橋口。しかしここは橋口が取ります。奪い返してシュートを決めました。ゴール下での攻防、ボールの奪い合いになったんですが、しっかりとボールを取ってシュートを決めました。 DC 選抜アンダー16残り第2クォーター残り2秒、1秒。しかしここでこれはノーバスケットですね。ノーバスケットですね。得点は認められません。第2クォーターが終了して35対31、アンダー16が4点リードする展開で前半戦を終了します。バスケットボールサミット2020アンダー16男子選抜対 DC 選抜チームの試合は第3クォーター後半戦のスタートです。青のユニフォーム、左から右へ攻めますアンダー16。まずは背番号4東本、今日10点目です。アンダー16はいい入り方をしましたね、はい、うん、この東本が去年唯一全国大会を経験したメンバーです。その東後藤が今両チームトップの10得点を挙げていました。ここがロングパスでいく、東後藤よく取った。しかしここは外れます。今度は外れはしましたけれど、はい、今のブレイクもいい形ですよね、はい、かなり走っている人間に長いロングパスを通し、今のもそうですね。そしてここにですね走り込んでいく、はい、東後藤、
流れの中で空いたスペースを見つけてですね飛び込んでいく、はい、そういう、まあ、速いプレーと力強いプレーですよね。はい、第3クォーターが始まっていきなり東後藤が4得点、DC も少し外が続いているので、はい、強いプレーを入れたいですけどちょっとシュートが単発ですよね DC は、はい、もう少しその練習してきたピックアンドロールなりを織り交ぜて攻めてみたいですよね、うん、はい、両チームともに新型コロナの影響でなかなか練習ができない中でこういったいい連携を見せています。アンダー16有村が、しかしここは田中です。そう、東後藤、井上、ね、そして中有村、きりついところからここは DC 選抜ボール。中で、あとしかしここはドリブルが少し、まだ大丈夫ですよ。 DC 選抜は外でボールを回します。動かしたいですね。はい、中に切り込んでいく、中に空いていた、決めていきました。背番号16川端潮人です。ディフェンスの隙をついてスッと入っていく、 ああいうプレーもいいですよね。はい、井上から東ごと、あ、いいディフェンスだ。中にミドルで打っていく、さあリバウンドを取ってから速攻でいきます。走り込んでいってコースト2コーストではなりませんでした。ただここで笛が鳴ってフリースロー2本が与えられます。そうですね、この今の、まあ、マイボールになって、はい、そこからドリブルでプッシュしていく、まあ、これもですね DC の選抜の練習会の中でですね、はい、まあ、練習してきたことらしいですね。あ、そうなんですね。そういう練習したことをどん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 出してますよね。はい、今日の解説には鹿児島県バスケットボール協会競技委員長であります力久武さんにお越しいただいております。第3クォーターでフリースローが決まって39対34、両チームともに前半戦から競る展開が続いています。井上にはダブルチームで行きますが、田中、中に切り込んでシュートを放つ、しかし外れます。ただオフェンスリバウンドしっかり取っていく、再び田中スリーから、ここも外れます。またリバウンドを取る、そして再び田中、しかしここはボールを外に出したのはそのままシュートに行ってもよかったですね。あ、なるほどですね、はい、ちょっと遠慮してますかね唯一の中学3年生中学3年生ですから田中翔太。で、田中君はですね、はい、左利きなんですよ。あ、そうなんですね、はい、だからですね、なかなかディフェンスが普段右利きの選手についていると左利きのシュートって難しいんですよね。あ、はい、だから今もですね、先ほどストップジャンプシュートした時に、はい、ディフェンスの手がですね、右側に行くんですよね、はい、はいはいはい、だけど田中君は左利きなので、はい、左手でシュートを打つという、まあ、その辺でズレが生じたんですよね。アンダー16を率いる大町コーチの話では、2月に冬のウィンターカップで全国制覇した福岡第一との練習試合、その時に才能が開花したと言っていたのが背番号8の田中翔太です、うん、唯一の中学3年生なんですが、このように中に切り込んでいって、あ、行きましたね。いいですよ、どんどん行ってほしいですよね。遠慮せずにどんどん行ってほしい。ただここには厳しいディフェンスです。奪い返したのは DC 選抜、中へ切り込んでミドルショット外れます。ここですよね、ここを飛び込んでいく、はい、そして外が開くので井上のスリー、ね、決まりません。いや、いい形ですよ。いい形です。ただ奪い返したのは東ごと、しかしここも外れます。 DC 選抜がボールを奪い返します。逆にやり返したいですね、はい、ミドルで打ってくる、これはバンクショットうまく決まりました。背番号16の川端しおと、
点差は4点です。井上が中にドライブする、決めていきました。さあ走った、今度はいいパスがつながる、ね、ナイスランダー、速攻いきました。 DC 選抜、ね、いいですね、やられたらやり返すですね。 お互い走り合いですね。今度はアンダー16、同じような攻撃パターンで得点しました。ただここでは空いているぞ、スムーズに得点できていますね。 DC 選抜は速攻が両チームともにつながる展開で、お互いですね、はい、その自分たちの持ち味を出していい形で得点につなげてますよね、はい、井上は厳しい姿勢からのシュートでしたが、これが決まります。はい、でここで DC 選抜にタイムアウトです。逆に考えたいのはですね、はい、まあ、お互い今走ってブレイクで出てますよね、はい、じゃあそれをどう抑えていくのかというところを、うん、まあ、ディフェンスの立場で今度は考えて、はい、やはりやり合ってたらですねイーブンなんですよね、はい、そこで自分たちがどう切り出し、まあ、抜け切っていくかというところを考えると、やはりディフェンスをですね、はい、頑張らなきゃいけない、うん、じゃあ相手も走ってくるのであればやはりセーフティー、はい、セーフティーになる人間が、あ、今自分はセーフティーなんだと、そういうところの意識をですね、はい、しっかりと持つ、あとみんなが切り替えを早くして戻りを早くする、はい、そしてイージーなシュートに持っていかれないようにするというところを、今度はそこのせめぎ合いですね、はい、を期待したいですよね。第3クォーターはもう開始からほとんど選手の入れ替えなしに素早いバスケットが展開されています。速攻に対して速攻で返すという展開で、そうですね、今のところ流れはイーブンですかね、はい、どちらが抜け出すかですよね。特に両チームにとってキーマンになりそうな選手を挙げるとしたら誰になりますかね。まあ、やはりアンダー16は東後藤選手、背番号4、ね、東後藤選手、はい、ここをしっかりと抑えていかないと DC としては、はい、まあ、きついですよね。両チームトップの2桁得点を挙げています。また DC 選抜は、はい、今ボールを持っている種ヶ島くんがまたコートに戻ってきましたので、はい、種ヶ島くんの、まあ、種ヶ島くん自身も点取れますけど、はい、ここからのアシストパスですよね、うん、そういったのも、まあ、期待したいですよね。スリーはリングに当たって弾き返されますが、オフェンスリバウンド、あっと、しかしもったいないですね、少しミスがありました。形は良かったですよね、はい、狙いは良かったです、はいはい、ゴール下で、あの背番号4の東後藤君しっかりオフェンスリバウンドを取ってますよね。そうですね。さあ DC 選抜も今リードを許している展開ですから、そうです、ね、ここはなんとか得点を重ねていきたい。この位置に種ヶ島がいます。ここで藤高が中に入りますが、トラベリング、ミートが遅かったですね。ミートが、うん、あれが動いてる状態だったですね、はい、動いてる状態での受け方だったら良かったんですけど、止まってる状態からの受け方はですね、あれはトラベリングになるんですよね、うん、さあ切り替えだ、中に出して DC 選抜速攻でいく、藤高が中に切り込んで、コースト2コースト、一人で持っていきました。早いですよね、はい、DC はここもう一本頑張りたいですね。ここのディフェンスですね、はい、逆にアンダー16としては一本しっかりと、はいはい、あとここで奪い返す、藤高が再び行く、しのぎたい、ただパスを最後に選択しましたが、ここは合いませんでした。もったいないですね、今の動きとしては。背番号4の藤高選手、自ら行ってもよかったですかね。そうですね、まあ、先ほども行きましたので、はい、そのまま行ってもよかったですよね、うん、そして、まあ、飛び込みリバウンドで、はい、まあ、落ちたらですね、はい、ボールを取りに行くでもよかったかもですね、まあ、ちょっとやっぱり合ってなかったですね今、はいはい、アンダー16は背番号16の大原がピッチに入ります。アンダー16としては助かりましたね、はい、今のミスですね、はい、ただこの位置に東後藤、高いジャンプ力、17得点目です。
この藤高もボールのキープ力はあります。種子島が中へ切り込みたい。ただ外に一度出します。藤高、ああミドルで打ってくる。リバウンドを取るのはアンダー16、うん、攻めに入ります。ちょっと守りの人数が少ないですね。そうですね、きつい体勢ですが有村しっかりと決めてきました、うん、じわりじわりと得点差が広がってきてます ね、 ちょっと DC のディフェンスがちょっと弱くなってきてますかね、はい、アンダー16はこの第3クォーターで畳みかけたい。中に空いているぞ。これはいいパスでした、うん、よく見えてますね、はい、背番号14仙台高校の岡本大輔狙ってきた。東ごと、しかし本当にシュート力の高い選手です。東ごとのスリーが決まります。あそこを自由にさせたらですね、はい、ちょっと厳しいですよね、 DC にとってもですよね、やっぱり厳しいディフェンスマークが必要になってきますね。ちょっと狭いですよ。ただここは外からスリーを狙いに行く。ただ外れます。リバウンドを取って速攻に行きたいんですが、フリーでスローを打ってきた。これはエアボールになります。ボールを奪ったのは DC 先発。切り替えですよね、はい、ここは早いですよ。藤高のミドル外れましたが笛が鳴ります。ディフェンス側にファールがあったでしょうか。ここでアンダー 16、 そして DC 選抜ともに選手の交代があります。得点差は今9ですね。第3クォーター残り2分というところでアンダー16が9点リード。最後 DC が、はい、まあ、5点ぐらいまでちょっと詰めて終わりたいですよね、この第3クォーターですね。さあ DC 選抜ボールでスタートです。中で選手が動き回ります。狭いところにパスを出す。ゴール下、おお、今のはナイスショットでした。ショットでしたね、はい、背番号15の田畑、奄美高校の2年生、その田畑が難しいシュートを決めてきました。アンダー16もきついマークの中シュートを打っていきます。ボールを奪い返したのは DC 選抜。プッシュしたい、人数では勝っています。シュートに行く、決めました。背番号16大原友人、失礼、背番号16の川端しおと。さあ、あっと今のは奪い返すことはできませんでした。フリーでスローに行く、スリーポイントが決まります。背番号15の有村海斗、やはりフリーで打たせるとしっかりと得点してきますね。そしてですね、その有村君にしてもですね、はい、まあ、中でプレーをしたりするんですけれども、はい、スリーも打てるという、うん、やはり鹿児島県が戦っていく上では、はい、このまあ、鹿児島県ではセンターをしてますけれども、はい、やはり県外に出るとですね、はい、まあ、そのポジションがフォワード、まあ、パワーフォワードだとか、はい、それは上がっていくので、はい、やはり外のシュートもですね、マスターして、うん、どんどん外のシュートも決めれるプレイヤーになっていかないとですね、はい、なかなか全国では戦っていけないのかなという。あ、今 NBA でもポジションレスといってですね、もうインサイドだろうがボール運びができたり、はい、パスができたりとかっていうところを求められるので、はい、まあ、鹿児島県もそういう風な戦い方をしていかないとですね、なかなか他県とは戦っていけないのかなという気はしますよね。はい、DC 選抜背番号15の田畑がバスケットカウントをもらっています。ボーナススローは入りませんでした。ここでアンダー16中にドライブ切り込んでいく。ただリバウンドを取っているのは DC 選抜です。いいオフェンスでしたけどね、はい、今のは間に切り込んでいく、はい、いいドライブでした。あとはあの精度ですよね、あそこをしっかりと決め切る力をつけていきたいですよね。はい、安田から東園へ外に出してミドルショットは決まります。ナイス、川端義政背番号18黎明高校、ここはミドルショットでいきますが第3クォーター終了です。
両チームともに激しい点の取り合いになった第3クォーターでした ね、 ね、勝負は最終第4クォーターに入ります。 DC 選抜ボールでスタート。さあ残り1つのクォーターとなって、この入り方です、はい、どちらのチームがこの第4クォーター先に得点を入れるのか。外でボールを回します。アンダー16青のユニフォーム、中から打っていくですがわずかに外れます。リバウンド取ったところでしたが、ここでディフェンスファールです。ディフェンス安田くんのファールですかね。背番号10の安田凛太郎にファールがあって、アンダー16ボールでスタートです。中に切り込んでいく、一度出します。ただ厳しいディフェンス、もう一度奪い返します。アンダー16、はい、フリーになっています。中に行く、ただボールはまだアンダー16です。ここで24秒、ショットクロックが経過してバイオレーションとなって DC 選抜ボールです。ボールは奪い返しました。アンダー16、素早い展開で中に行く、シュート決まります、うん、背番号12、ね、富松小太郎、池田学園高校。富松君の持ち味ですよね、スピードを生かしたプレー、はい、ただ今度は白のユニフォーム DC 選抜背番号16の川端塩人、うん、チームトップの14得点目です。まあ、一つ DC の形ですよね、ディフェンス、まあ、シュート決められた後もパスを早くして前にボールを出してですね、はい、早く攻めるというのがまあ DC の形なので、まあ、そこはうまくいってますよね。第1クォーターからずっとその展開続いてますよ ね、 すね。ここで得点差が2点に縮まって、さあ DC 選抜まずは同点に追いつきたい。外でボールを回します。ここは合いませんでした。アンダー16がボールを奪い返します。いいプレーでしたね、いいプレーでしたよ、はい、ああナイスランだ。しかしここは下空いている、ディフェンス集中したかったですね、はい、ここはアンダー16の背番号12、富松小太郎、富松君ナイスランでしたね、はい、空いてるスペースに、ただパスもよく通りました。さあ3の位置で待つ、少しディフェンスと距離がある中で打っていきますが、リングに弾かれます。アンダー16の今度は攻撃、 DC 選抜はここを耐えたいですね、はい、そうですね、 DC ももう少し強いプレーを入れたいですよね。はい、スリーを狙っていきましたが外れます。まずブレイクで持っていき、ここは中に切り込んでいく、
ただ外れますが、それを再びオフェンスボール取って決めていきます。ここのディフェンスですね。この切り替えを早くしたいですよ。このディフェンスですね。背番号11、黎明高校の東園が得点を決めました。ここで DC はしっかりとディフェンスで守りきりたい。ただそこでシュートを決めます。よく見てましたね。背番号12の富松はこの第4クォーター非常に動きがいい中で得点を重ねています。一度は2点差まで迫ってきましたが、そしてここで DC 選抜に選手の交代がありそうです。5人全員変えます。点差は4点。最終第4クォーターを迎えています。青のユニフォームアンダー16、白のユニフォーム DC 選抜。さあ DC 選抜が攻めに入ります。ミドルショットは弾かれる。ただオフェンスリバウンド、ボールを奪い合う。奪い返したアンダー16。富松はディフェンスでもいい動きがあります。外で回します。中に切り込む。ダブルチームで行くが、歩きましたかね。トラベリングですね。トラベリングですかね。さあそしてここで得点を許さなかった次の攻撃で DC 選抜としては、ね、相手のミスは点数にしたいですね。生かしたいですね。川野から種ヶ島へ。種ヶ島が中にドライブで切り込んでいく。今のはいい動きでした。背番号12の種ヶ島、仙台高校2年生。さあ得点差が再び2点に縮まって、ミドルショット外れます。リバウンドだ。ボールが出てアンダー16ボールです。両チームは去年にも対戦がありまして、その時も接戦だったんですが、アンダー16が最終的には勝利を収めたということで、 DC 選抜の梶木工業高校広森コーチも、まあ、去年の雪辱ということで今年は勝ちたい、まあ、ただ向こうがメインになるので、そこは引き立てられるようにいい試合がしたいと、そういう話もありました。さあボールを外に出します。アンダー16、まあ、選手たちは負けたくないですよね。そうですよね。もちろん DC 選抜もここはひたむきに勝利へ。第1クォーターこそリードを奪っていたんですが、その後はアンダー16ペース。ただこの第4クォーター再び点差を縮めています。田中から中に速攻でいく、決めていきました。背番号9の迫田根尾。この迫田もこの試合は得点を多く重ねています。スリーポイント狙っていく、決めました。背番号8、橋口智明、鹿児島情報高校2年生。綺麗な形でスリーポイント決めます。奪い返した DC 選抜。あー惜しい。やーっとパスが合いません。ボールが外に出てバイオレーション。ただ1点差です。第4クォーター6分を切ったところで、まだまだ試合は分かりません。そうですね、まあ、まだ分からないですね、はい、アンダー16、唯一の中学生田中が中にドライブで行く、決めていきました。あ、うまかったですね。そしてバスケットカウント、右でボールを持ちながら、はい、右手でファールをもらい、左手で最後フィニッシュをするというね。あ、高度なテクニック。これが中学3年生です。左利きなんですよ ね。 そうですね。さあボーナススローです。これも決まる、ね、あ、ここはただリバウンドを取ったのは DC 選抜。差は3点です。中に切り込みます。種ヶ島、種ヶ島からここはシュートは打てません。ロングボールでパスを出す、奪い返しました。よく戻ってましたね。橋口のいいディフェンス。そうですね、橋口君は運動量が多いですよね。多いですね。シュートに行きますが、はい、わずかに外れま す、 す、ね、川野が再び奪い返 す、 いいす。そして種ヶ島のスリー決めた。橋口君は先ほどもスリーを決めましたよね、はい、乗ってますね。スリーが決まってここで同点です。66対66。まあ、まだ5分ありますからね、はい、まだ分かりません。まだ分かりませんよ。アンダー16はしかしここでミドルショット、笛が鳴ってバスケットカウント。
ここに来て両チームともに得点力がまた上がってきていますね。そうですね。ディフェンスを、そうお互いにディフェンスを集中したいですね。はい、鹿児島中央高校の2年生安田凛太郎のボーナススロー、ここは外れますが、オフェンスリバウンド取って有村のシュートを狙いますが外れます。ただここに東琴、また外れた。笛が鳴ります。アンダー16にファールがあって第4クォーター、まあゴール下でのせめぎ合いだったんですが、まあですね、しょうがないですよね。ファールは踏ん張ったのは DC 選抜です。さあ再び種ヶ島から攻撃を展開していきます。二見、さあピークに二見がボールを持つ、ね、ボールをカットするが中にいるのは外に出します。3狙いに行く、あわずかに外れる。そうですね。ただここでリバウンドを取ったのはアンダー16、早いですね。そこでサコダ決めてくる。サコダ、この試合11得点目。さあ DC 選抜は差が4点に広がったところで再び攻撃に行きたい。しかし厳しいディフェンスです。今のはいいディフェンスでしたね。いい、あ、奪い返した。ナイスカットだ。今のはナイスカットでした。ああいうところは種ヶ島君上手ですよね。はい、背番号12の仙台高校2年生種ヶ島、ゴール下でボールをカットしてすぐさまシュートを決めました。再び2点差になったところで DC 選抜そしてアンダー16ともに選手の交代があります。そして DC 選抜はチームのファール数がこの第4クォーターで5つになりましたので、これから先ちょっと慎重にいきたいです ね、 ですね。アンダー16田中のフリースロー、2本目を決めます。さあ DC 選抜もまだまだ試合は分かりませんから、ここで追いつき追い越したい。中にドライブで切り込む、外に出す、再び外、スリーを狙いにかけましたが引きつけます。ディフェンスを引きつけて中に出す、カットしたのはアンダー16、速攻で来る、ナイスランダ、中に決めてきました藤本幸寛、鹿児島商業。差がまた広がったところでタイムアウトです。DC 選抜がタイムアウトを取ります。いや、見応えのある第4クォーターですね。そうですね。特に動きが良かったのは両チームどうでしょうか。 DC の橋口君、はい、試合にコートに入ってきて、はい、まあ、その前に入ってきた時もシュート決めたりですね、はい、してますよね。やはり仕事してますよね。自分の持ち味を十分出してますよね。まあ、力久さんの話にもありましたけれども、攻撃はもちろんのこと、その後守備にもすぐに動ける、ね、運動量もありますよね。アンダー16はですね、はい、田中君やっとちょっとエンジンかかってきたかなっていう、かかってきましたね、はい、特にこの第4クォーター。あとやっぱり富松君ですよね、はい、背番号12、はい、スピードのある選手です。富松小太郎、そうですね、スピードはありますよね、はい、両選手ともやはりキーとなる選手がこの第4クォーターになって徐々に徐々に力を発揮しだしたという印象でしょうか。う、ね、うん、まあ、ここからですね、残り3分切るぐらいからですね、はい、点差は5点です。追いかける DC 選抜のボールからスタート。東後藤選手も戻ってきましたよね。はい、アンダー16背番号4の東後藤。さあここからですね、DC 選抜は外でボールを回します。スリーを狙いかけて中に入ってミドル、ただ厳しいディフェンス、田中の速攻に行きたいところですが厳しいディフェンスが入ります。これは DC 選抜背番号11東園の厳しいディフェンス、中に切り込む東ごとを決めてきました。バスケットカウント、両チームトップの22得点目。去年唯一全国の舞台を経験した選手、やはりいい選手です ね、 いいですね。今もうまかったですね、はい、いいステップを踏みましたよね、はい、ディフェンスはもちろんついていたんですが
その間をくぐり抜けて見事にシュートを決めました。ここで両チームともにメンバーの交代があって、さあ東五島のボーナススローです。しっかりと落ち着いて決めました。さすがです。差が、まあ、一時は2点に縮まったんですが、さあ上尾くんが入ってきましたね。あ、はい、背番号17番、アンダー16は上尾雄生、仙台高校の1年生が交代メンバーで入っています。川端しおとから再びその川端しおとパスを出す種ヶ島、中に切り込んでシュートに行く。難しいところだったんですが、うまく決めました。さあもう DC 選抜ですね。はい、はい、ここ落ち着いてもう一本決めたいですよ。厳しいディフェンスでファールがあります。 DC 選抜にファール、フリースロー2本です。チームファールが5つですので、はい、DC はですね、はい、なかなか厳しいディフェンスがちょっとできなくなっているのかなという気がしますよね。あの先ほども東五島選手にドライブで切られ、はい、今も迫田選手にドライブで切られてますよね、はい、ただここをやはりギリギリのラインでですね、厳しくボールマンに対してディフェンスできるようにならないとですね、はい、なかなか戦っていけないんですよね。カバー頼みではですね、どうしても県外のチームとはなかなかやっていけないかなという気がします。第4クォーター残り2分半となったところ、もううまかったですね。今のも川端くん仕掛けていきますよね、はい、川端しおとも、うん、どんどん仕掛けていきますね。 DC 選抜のチームトップの得点数を上げています。はい、両チームこの第4クォーターのファール数、 DC 選抜が5つを超えています。アンダー16はファールは2つと。さあここ狙いたい、はい、奪い返した種ヶ島のいいディフェンス、はい、橋口のミドルショット、いいですね。得点力の高い選手です、橋口。そしてここでタイムアウトです。点差は5点、残り2分になろうかというところでタイムアウトでした。最後再びDC 選抜の橋口選手、いい動きがありましたね。ですね。あの確かに負けていて、はい、あのチームファウルも5つでちょっと消極的にディフェンスもですね、消極的になりがちなんですけれども、はい、消極的にやっていてもですね、負けるのは負けるんですよ、はいはい、なのでやはりしっかりと自分のディフェンスの、まあ意識ですよね、はい、ここまでは大丈夫というものを持ちながら、やはり果敢に攻めたディフェンスをしていくことが突破口なんじゃないかなと思うんですよね、はい、だから今みたいにもうどんどんボールをマイボールにする、まあ、仕掛けですよね、前から当たっていく、はい、こういうのをどんどん DC はやりたいですよね、はい、逆にアンダー16としてはそれに付き合わずにボールマン以外のオフボールの人間がやはりボールをしっかりと中継してあげて、はい、ボールマンの負担を減らしてあげるというのが少し大事ですかね。でボールマンは積極的に1対1を狙っていく、ファールをもらいに行く、はい、そこですかね、はい、タイムアウト明けのアンダー16の攻撃です。そうですね、時間をうまく使いながらですね、アンダー16は、はい、時間をどんどん消費して残り1対1で仕掛けていくという、まあ、こういう形でしょうね、はい、ショットクロックギリで打っていきましたが、さあここを走りたい DC 選抜が、さあ走るぞ、今度は奪って川端しおとのシュートですが、ファールですね。お互いにですね、はい、やろうとしていることはいいと思うんですね、うん、はい、あとはどう点数を決めたり、はい、守ったり、できていくかというところなんですよね、はい、DC 選抜は背番号16川端しおとのフリースローです。このフリースローは大事ですよ。点差は5点、はい、
残りが1分30秒に迫ろうかというところです。そんな中1本目をまずは決めてきます。時間は止まってますもんね、はい、こういった中で点差をいかに縮めていけるか。2本とも決めました、うん、そうですね。そして前走ってますよね、はい、アンダー16は速攻です、ここですね、はい、先ほど言ったところですね、ディフェンスとして意識するところはどこなのかという、はい、うん、ナイスセンスだ。東後藤から井上、再び井上、ここ遅くなるとですね、3狙う、はい、やはりいいシュートを打たれてしまいますからです、ね、井上はいい形でシュートを打ちましたが、わずかに外れて DC 選抜ボールです。外に行く、その橋口の3外れます。ただ再びオフェンスリバウンド、まだ行くか、ただアンダー16奪い返す、奪い返してここに東後藤、1対1ディフェンス守りきりました。ファールでしたね。あ、ファールですか。あ、うーん、手が引っかかりましたかね。 DC 選抜の背番号12種子島のファールだったんですが、もうそれはしょうがないですよね。今のは仕方がないファールと、今のは仕方がないです、はい、やはり東後藤がよく、ね、はい、よく守ったと思います。東後藤のフリースロー2本、ここを決めたいですよね。これを落としてくれるとディフェンスとして、まあ、ファールした甲斐があるというです、ね、なるほど、はい、2本目を外れます。ただ再び東後藤がボールを奪う、一度外に出します、落ち着けます。そうですね、今時間を使いながらですよね、はい、東後藤のミドル、ここで決めました。自身25得点目、両チーム通じてもトップのシュート数、そして得点です、ね、あまり時間をかけたくないですよね、 DC としては。そうですね、の位置で種子島、橋口にボールを渡します。3狙いに行く、わずかに外れます。再びボールは奪ったのは DC 選抜、中は空いている、フリーの状態、決めていきました。よく見えてますね、アンダー16の一瞬の隙をついて、いい形で攻撃ができました。その前のやはりこうボールに対する反応がいいですよね、はい、はい、いつもルーズボールが早いですね、うん、残り20秒と。そうですね、20秒、点差は3点と、まあ、どちらを選ぶかですね、アンダー16が、はい、と言いますとバックコートから入るのか、はい、フロントコートから入るのか、はい、フロントコートから入ると14秒になってしまうので、残り6秒、まあ、残るんですよね、はい、なので多分バックコートから、なるほど、まあ、エンドスローで、はい、プレーが始まると思うんですけど、逆にその8秒というルールがありますから、はい、8秒以内にフロントコートにアンダー16が入らなければ相手ボールになってしまいますから、はい、まあ、そこを、まあ、DC は狙って8秒取りに行くとか、5秒マイボール取りに行くとかですね、時間はかけたくないですね。残り20秒を超えられてしまうとちょっと苦しくなってきますね、 DC。 うーん、まあその最後に、まあ、バックコートですね、はい、両チームともに、はい、時間を使いながら8秒を超えずにハーフを超えて、はい、で、まあ、フロントコートで残り時間を消費するという形でしょうね。これ20秒で、まあ、なんとか DC はその前になんとかマイボールにしたいですよね。こういう形ですね。そうですね、16は保持して時間をかけて、はい、それをカットを狙う。あ、ただパスが通ります。アンダー16はもうボールを取りに行かないとですね、はい、残り10秒切っています。アンダー16ボールを回 す、ね、ここでフェイがなります。そうですね、もうフリースローにしていかないとですね、はい、もう時間がどんどん過ぎていきますから。アンダー16のフリースロー、背番号13の黎明高校小村龍斗1年生です。さあ6秒ですね、これを1本目決めたいですね。ただ外れます。これを外すとですね、はい、まだまだ分からないですね。ね、まだ3点です。もう決めた方がいいですね、シュートを決める、はい、決めます。でタイムアウトですね、ここでタイムアウト、はい、DC 選抜がタイムアウトを取ります。で、まあ、今度はもうフロントコートからスタートする、残り6秒ありますから、はい、6秒あればですね、
まあ、シュートまでいけますよね、はい、ただですね4点差なの で、 そうです、ね、2回オフェンスをしないといけないので、うん、最初のシュート2点でも3点でもどちらでもいいので、うん、早めに決めていく、はい、そしてその次は、まあ、ボールをコートの中に入れさせることをさせない、まあ、5秒時間をかけさせて、うん、はい、まあ、マイボールにするというパターンしかですねなかなかないですね。そうなってくるともう残り1秒とかっていう戦いになってきますもんね。そうですね、もうその辺のレベルですね、はいはい、残り6秒で点差は4点、まあ、一番は3を決めれればすごくやりやすくなるんですけどね、はい、まあ、だけど2点でもいいです、うん、とにかくまずは素早く、はい、2回必ず攻めなければ4点取れない、はいはい、ビハインドの DC からファールをしないで守りたいですよね、うん、だからシュートに対するファールは絶対してはいけないですね、うん、さあタイムカットが、ここでボールのミスが出ました。そしてここでアンダー16のタイムアウトです、ね、アンダー16のタイムアウトです。今度は、はい、今度はフロントコートを選ぶんではないでしょうかね。アンダー16がですね、もしパスミスとかをしてしまうと、はい、相手側のフロントコートになってしまうので、うん、はい、残り6秒ですよね。だから逆に自分たちのフロントコートから始めてしまえばシュートまでに時間がかかるので、はい、まあ、フロントコートを選ぶのではないかなと思うんですけれども、まあ、DC としては、はい、もう4点差変わらずなので、はい、そして相手ボールですから、はい、もうここは5秒マイボール、まあ、うん、インバウンドパスをさせない、はい、ようにディフェンスをちょっと頑張る必要がありますよね、うん、そしてもうそれ5秒取れずにインバウンドパスが入ってしまったら、はい、まあ、フリースロー、相手にフリースローを与えるようなプレーをするしかないのかなと。もう時間をかけ、時間が経過してしまうともうやられてしまうので、はい、もうアンダー16はフロントコートからそうですよ ね、 そうなりますよね。残り6秒です。時計が動き出します。時間をかける、外で回す、まだパスをつながる、残り1秒、試合が終わりました。80対76、4点差という両チームとも最後まで行き詰まる接戦、制したのはアンダー16でした。いい、とてもいい試合でしたね。素晴らしい試合でしたね、はい、とてもしばらく練習ができなかった両チームだとは思えないような、うん、そんな展開でした、うん、どちらもですね見応えのある、はい、いいプレー内容だったのではないでしょうか。両チーム通じてもトップの22得点を叩き出したアンダー16の背番号4、東後藤選手、うん、さすがですね、まあ、ですね、はい、まあ、もちろん中学、唯一の中学3年生田中翔太選手の活躍などもありましたけれども、全選手がとにかく得点に多く絡んで動き回るというタフな試合に見せてくれましたね、はい、そうですね、もう出場した選手がそれぞれ自分の持ち味を出してですね、チームのために貢献できたんじゃないかなと思いますね、うん、試合を終えた両チームが整列してスタンドの、はい、保護者、そして同僚に形でですね、はい、試合ができてとても良かったです。選手、そうですね、選手のためにもスタッフのためにもですね、はいはい、国体が中止になった、それを受けてこのバスケットボールサミット2020、両チームとも素晴らしい試合を見せていたくれました。今日の解説は鹿児島県バスケットボール協会競技委員長であります力久武さんでお伝えしてまいりました。力久さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。続きましてバスケットボールサミット2020の鹿児島県少年男女選抜及び青年女子選抜チームの解散式に今移っているところです。今末永会長の挨拶が行われています。
瀬永会長の挨拶でした。ここからは県バスケットボール協会専務理事の木佐貫さんとともにお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて国体の延期というのが本当にこう選手たちにとって辛いという今年の年になってしまいましたね。そうですね、はい、インターハイ前中、うん、はい、それから、まあ、来てるべき、天皇杯皇后杯、そうですね、ですね、で国体は特にですね、はい、なる年男子は優勝を目指してましたし、そうですね、それぞれ少年種別は上位入賞、はい、なる年女子についても上位入賞という目標を持ちながらですね、ここ何年間か強化してやってきてましたから、残念でなりません。ただここまでやってきたことというのは当然このまさしく数年後に予定されている、まあ、先ほど会長の話では2023年にあるんじゃないかなんていう言葉もありましたが、そこで必ず報われるんではないか、そんな期待をしたいところですよね。そうですね、うん、特になる年はこの後、はい、来年予定されているので、ここでぜひ優勝を、はい、このメンバーでやりたいなと思いますけど、そうですね、なかなか
なる年ですが、はい、あの仕事の関係とそうですね、いろいろ所属チームの関係もありますので、うん、で今、はい、このまま来年優勝、はい、それから少年男女については、まあ、このメンバーの中で残る選手というのが一人ぐらいだと思いますので、新しいチームを作り上げて、あの、はい、次回開催される鹿児島国体で、あの、上位に行けるんですね。はい、そのワンステップ目ということをやりたいというふうに考えております。そうですね。さあ今はですね、青年女子の皆さんの紹介が行われているところです。これ、ね、青年女子も県の体育協会に、何かこうお越しになってこの鹿児島で鹿児島の代表としてっていう思いの方もいらっしゃっただけで、本当にいろんな思いがね、選手の中にはありましょうし ね、 はい、ぜひ鹿児島国体で成績を残したいということで来てくれている選手がいますので、はい、あ、山田さんの選手の挨拶です。鹿児島国体青年女子キャプテンの山田です。国体青年女子を代表して挨拶をさせていただきます。今回このような素晴らしい式を開催していただけることを大変嬉しく思います。そしてこの式の準備に携わってくださった全ての方々に心より感謝を申し上げます。待ちに待った今年の鹿児島国体がコロナという誰も予想していなかった事態に見舞われ、このような形で終わりを迎えてしまうことをとても歯がゆく思います。私たち鹿児島県国体青年女子チームはこれまで金谷体育大学を中心に日々活動してきました。木場先生をはじめとする金谷体育大生が私たちを心よく受け入れてくださったおかげで今の国体青年女子チームがあります。今回のコロナの影響で辛い思いをしている人たちは自分たちだけではなくこの世の中にたくさんいます。国体選手としてこれまで応援してくださり支えてくださった方々へ、感謝の思いを込めて自分たちがどうあるべきかをしっかりと考え、今できることやるべきことを前向きに行動することが大事だと考えます。これまで、支えてくださった感謝、皆さんに感謝の思いを込めて挨拶とさせていただきます。皆さん本当にありがとうございました。青年女子山田選手の挨拶でした。山田選手ありがとうございました。そしてこの後はきょうは青年女子からは県の体育協会所属の4選手がお越しになっています。そして画面の真ん中に映っているのが少年女子のメンバー、そして画面右に映っている青いユニフォームが先ほどもコートで駆け回っていた少年男子です。そしてここで京都ハンナリーズの永吉選手から、動画が届いているということで、皆さんこんにちは、鹿児島県出身のプロバスケットボール選手永吉優也です。現在は京都ハンナリーズで、プレーしてます。本来なら、今日鹿児島で皆さんと直接お会いをして、いろいろお話ができることを非常に楽しみにしてたのですが、まあ、コロナ禍のこの状況の中でですね、鹿児島行きを、断念せざるを得なくなり、まあ、今回このような形でメッセージを送らせていただくことになりました。まず鹿児島国体が中止となってしまい、私自身も非常に辛い気持ちになりましたし、皆さんにおかれましても私以上に辛い気持ちになったことはお察ししております。ただ本当にこれまで皆さん頑張ってこられたということをいろんな方々から聞いてて、なんて言うんだろう、まあ、お疲れ様でしたではないですが、私としてはこれまで頑張ってきたわけですから、より一層今後も頑張ってもらえれば、必ず鹿児島のバスケットの将来は明るいのではないかと思ってますので、また一緒私自身も盛り上げたいなという気持ちはずっと持っているので、皆さん一緒にまた、鹿児島をバスケットで盛り上げて いけたらいいなと思っております。若い選手におかれましては、特に少年男女の選手たちには、まあ、年齢制限もあり、今回がラストチャンスだったという選手もいるのではないかなと思ってますが、
まだまだその若いので、今後もチャンスは必ずあると思ってますので、それに向けて皆様みんなが頑張れば必ずチャンスは来ますし、そのチャンスをものにできるようにこれからもまた頑張ってもらいたいなと思ってます。最後にまだまだそのコロナの状況が続く中で非常に生きづらい状況ではありますが、まずはコロナにかからないということが大事になると思うので、そこは皆さんでしっかりと予防をしながら、バスケットを楽しんでもらえればなと思ってます。また私自身も来年オリンピックに向けて今後も頑張っていきたいなと思ってますので、皆様におかれましてもまた応援をしていただければなと思っております。ぜひともよろしくお願いします。また皆さんとですね笑顔でお会いできる日を楽しみにしてます。以上です。ありがとうございました。トップレベルで活躍している先輩の姿っていうのは後輩の励みにもなりますよね。そうですよね。特に先日発表ありましたように、はい、5人制 3x3、はい、両方とも代表候補に残ってますからね、はい、来年の東京オリンピックできっと活躍してくれる、そんな思いを我々も持ち続けたいというところなんですが、そしてここで今解散式の終了という合図がありましたが、改めて久野木さん、この世代本当に悔しい世代となってはしまったんですけれども、改めて特に少年男女このカテゴリーだからこそ、できたこともあったでしょうし、これから先どんな思いを持ってこのバスケットと向き合っていってほしい思いがありますでしょうか。そうですね、今の年齢でいうと中学3年、はい、高校1年、2年の早生まれのメンバーです、はい、ですからまだチームに帰って、来年このインターハイであるとかウィンターカップ、そちらで頑張ってほしいと思いますし、はい、そのことを後輩たち中学生小学生に伝えていただいて、はい、鹿児島国体の時の自分たちの後輩っていうのを、ぜひ作り上げてっていうか、盛り上げていただければいいかなと思います、特にこのメンバーは小学生の頃から、期待というか集まって練習会を開きながらという選手もいますし、はい、中学1年の時からという5年間ぐらい強化されてきている選手たちですので、そのことも伝えていただければ、またさらなる鹿児島の強化につながっていく、というふうに私は思ってます、はい、ある意味ではこう国体の強化がこう倍になるといいますか、そういった思いで、この選手たちが後輩たちに思いをつないでほしいですね。そうですね、はい。解散式の解説にはですね、県バスケットボール協会の久野木専務理事にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。